大事ないっす。車も出しときやした。おう、すぐ行く。どんな大丈夫かて70超えたら大丈夫な、その…の方は年を取らん。はじめまして、藤原千代子です。私ども小平の至りであります。立花さん、銀営にいらしたの？大滝の組に。あ、昔、銀営のスタジオで拾ったものがおったとかって。忘れたつもりだったのに。見てもいい？一番大切なものを開ける鍵さ。一番大切なもの？見当たりません。向こうへ回れ。待って必ず会いに行きます。え？ギー！世の中はすっかり変わって、手がかり一つなかったけど、もしかしたらあの人が私の笑顔を見てくれるかもしれない。千代子君、千代子博士、あの人が待ってるわ。炎を救いに参る。鍵の君を追って満州に行くために。そう、映画なんて本当はどうでもよかったの。でもいつの時だって私にはいつか会えるって信じて。